バー11月のリアンテナンバーで共演しており何かと縁のあるソプ君、そんなソプ君にこのパドプレの最後を締めくくってもらいたいと思いますということで、ソプ君ありがとうございます。ありがとうございます、はい、皆さん盛り上がる準備できてますか？それではじゃあ呼び込みお願いします。あ、じゃあソプ君なんかここのマイク使っていただきたいんですけど、はい、なんか紹介となんか適当に挨拶とかあれば大丈夫ですか？もういきなり歌で。あ、全然ちょっと初めまして、なんかいきなり E ランクでシンガーをやらせてもらってます、ソップって言います、よろしくお願いします。ジャストさんに急遽お誘いいただいてこういった場を設けさせていただいて本当に感謝いたします。普段ですね、僕は普通にアーティスト活動もやってまして、都内中心で活動してます。ジャンル的には R&B とソウル、そしてシティポップをやってるんですけど、まあなんかそれこそ今年の2月か2月の横浜のウィーファンクの時にはジャソさんのナンバーで歌わせていただいて、前回はディアンテさんで数年ご一緒させていただいた方がいらっしゃるかと思うんですけども、まあちょっとウィーファンクとはちょっと違ったショーケースを今回お届けできるかなと思います。いやそしたらありがとうございます。そしたらちょっとまず1曲目からもう大丈夫そうですかね。マイクとかも大丈夫ですか？大丈夫ですか？よろしくお願いします。 Let's go。 Everybody sing now, let the bar Everybody sing the peace Can you watch your love and have your peace So Special showcase 呼んでいただきありがとうございます。皆さん盛り上がっていきましょう。最後曲でした。心のね、コンパスに
あの従ってみんなの人生この歩いていこうみたいなね曲なんですけど、じゃあ次ちょっとあのもうすげえ素敵なイベントに呼んでもらったってことで、まず最近出した曲なんですけど、あのプロミュージックでもあるんで、ぜひあのこの後ね帰り道とかにも聴いてもらったら嬉しいんですけど、あのパックワンタイムってこの素敵な時間をパックする、あの一つの時間しかない、パックここでみんなで一つになりましょう。DJ、Let's go。ぜひなんかちょっといいなと思ったら WeFunk の方でもうちょっとあの皆さんちょっとショーケース出してもらって僕に歌わせてください。ありがとうございます。ひろき本名超本名マジでやめてほしい。いやってことでちょっとあのまあこういった時間をいただいて言うのもなんですけども、ちょっと最後の時間になりまして、なんですかね、僕東京出てきて5年ぐらいでやっとこう地に足ついてシンガーとしての仕事もやってこれて、あとこういったダンサーさんとの他の庭の方たちともこう知り合うようになって、すごくあのなんだろう音楽人生がまたこう一歩きらめき出したというか輝き出したというか、すごくあの素敵な時間を毎日過ごしてもらってるんですけど、やっぱりその中でもヘイトだったりだとかやっぱ苦しいこと悲しいこといっぱいあるんですよ。でその中でまあこう僕はやっぱり
それだからこそ人の気持ちが分かんないから歌をずっと歌い続けてるわけなんですけど、まあちょっとあの僕にとってすごくなんだろうターニングポイントとなった曲を最後1曲歌って、僕の名刺曲なんですけど、あのこれもあのミュージックビデオが YouTube に上がってるのと、あと iTunes とかあの Spotify とかにも上がってるんで、あの帰り道多分これの方が一番合うかなと思うんですね。めっちゃ帰り道聞いてたらワンチャン泣くかなっていう感じなんですけど、ワンチャン泣いちゃうっていう、ちょっとエモい感じで最後締めたいかなって思うっすね。はい、ひろきだから本名やめろって本名やめろ。そしたらじゃあ最後大丈夫ですか、いきますか。それでは聞いてください、シティレスさんです。ありがとうございました。この後乾杯しましょう。ありがとうございました。